アシロメは、甲骨魚類の分類群の一つ。ア羽ク5花で構成され、100属380種以上が所属する大きなグループである。産後小域から海溝の深部に至るまで幅広い分布域を持つ。一部に、淡水魚、奇水魚も含む。アシロメの魚類は、ほとんどが海水魚であるが、塞いた中央下の一部は淡水域に生息する。 深海に生息する種類が多く、アシロカに所属するヨミのアシロは、世界最新地点で確認された魚類である。体型は細長く、タラ類に似てビブが伸長している。腹気は喉の位置にあり、ヒレとしての形態は、不明瞭で1から2本の軟情からなる。背びれとしじびれの規定は長く、尾ヒレと繋がっていることが多い。長いヒレと体をくねらせるようにして、 海底近くを遊泳する、低制魚である。噴部の両側に二体の尾光を持つ。アシロアモクは卵生であるが、塞いた中央アモクの魚類は、卵体性で、オスは降雪器を有する。アシロアモクは、アシロアモクと塞いた中央アモクの二アモクからなり、アシロか、隠れ魚か、塞いた中央カ、そこを組め魚か、二生タ中央カの五0百属が設置される。 少なくとも385種が含まれるが、多数の未期採種の存在が知られており、分類はさらに拡大すると見られる。アシロアモクオフィデオダイには、アシロカおよびカクレオカが含まれ、およそ55属253種がところ属する。卵性で、オスは交接器を持たない点で、塞い立中央アモクとは区別される。背びれ、尻びれと連続したおひれを持つ。 隠れウオカは浅い海域に生息するが、アシロカには深海魚が多い。アシロカ、イタチウオブラチラマルティバーバタ。アシロカの中では数少ない旋海魚で食用にされる、ソコボーズスペクトランキアラスグランディス。世界最深部の魚類の一種。海溝付近の海底で生活し、7000メートル維新からの最終記録があるアシロカオフィジデイは4赤48。 族222種を含み、足止めで最大のグループとなっている。背びれのひれ状の長さは尻びれと同じか、あるいはさらに長い。肛門と尻びれの騎士部は、胸びれよりも後方にある。ほぼすべての俗が深海で、定性生活を送る。食用魚として利用される大型種は、南半球に多い。隠れウオカオニカクレウオピラマダンベントロリス。他生物との共生はせず。 自由生活を送るエチオドン・レンドリーの幼魚。カクレウオカ魚類の幼魚は、特徴的な形態をとるカクレウオカカーピデイは7族31種から、なる。幼生は、背びれの第一トゲが長く伸びた、独特の形態をしている。背びれのヒレ状は尻びれのそれよりも短い。肛門と尻びれの基礎部は、体の前方、普通は、胸びれよりも前にある。エラは大きく開き、 災害骨には、トゲがない。本家魚類の多くは、ナマコや貝類の体内に隠れ住む習性を持つ。幼生期は2期に分けられ、第1期には浮遊生活を送るが、第2期には背びれ、体調が共に短くなり、この時期に他生物との共生を開始すると見られている。塞いた中央暗黙、バイストウィディーは、塞いた中央化。 そこをクメウおかおよび二世タチウオかを含み、およそ45族130種以上から構成される。卵体制で、有派族、種ごとに、形態の異なる、構接器を持ち、分類に利用されている。オヒれは背びれ、尻びれと、連続するか、あるいは独立している。ふさタチウオおかオソコイタチウオ族の一種。オヒれは背びれ、尻びれと、連続するビリニクシースコンセブライネス。 おひれは、独立して存在。ふさいた中央かビンチデイは37族107種を含む。おひれの連続性に基づき、に赤に細分されることもある。うろこと浮袋を持ち、災害骨には鋭い棘がある。産後礁から深海まで幅広く分布し、約5種が、淡水、気水域に生息する。旋海に生息する種類は一般に、小型、夜行性であり、 ミキサイ種が多数存在するため今後分類が拡大する可能性がある。ルシファが属には6種の盲目魚が含まれ、小乳道などに生息している。そこをくめうおかそこをくめう族の一種。そこをくめうおかの巨類は対価的な木が特徴であるそこをくめうアフイニデイは6属22種を含む。目は対価的で、鱗と浮き袋がない。災害骨の棘はないか。 あるいは小さい。ほとんどの種類は700メートル以新に生息する。二星立ち魚か二星立ち魚カプラブラトゥイリリは二属3種を含む。うなぎのように細長く、腹気を持たない。本家の分類学上の位置に関しては、議論があり、足止めに含めないとする見解もある。ありがとうございます。